アーマンド・アンドレ・アーミー・アーチャードに代わって、コラムニストとして採用された。アーチャードのコラム、ジャスト・フォー・バラエティは、日刊版のデイリー・バラエティの2ページに掲載され、たちまちハリウッドで評判になった。アーチャードは数え切れないほどの独占記事をものにし、映画の撮影現場からのレポート、まだ交渉途中の契約話の暴露、スターに関わる、人々の入院、結婚、 出産などをすっぱ抜いた。1984年には、アーチャード自身が、ハリウッドウォークオブフェームに星を与えられ、それまで何度も、映画のプレミア上映の司会を務めた、チャイニーズシアターの前に星が置かれた。アーチャードの最も重要なスクープの一つは、1985年7月23日のコラムで、俳優ロック・ハドソンが、その広報係やマネージャーの否定にもか,かわらず、 実は、高天性免疫不全症候群の治療を受けている、と暴露したことであった。アーチャードは、ユダヤ人であり、サイモン・ウィーゼンタールセンターの活動や、ホロコーストについての啓発活動の有力な推進者であった。1969年11月15日に、元女優の妻セルマと結婚し、死ぬまで添い遂げた。夫妻は子供を一人も受け、 カリフォルニア州ウェストウッドに住んでいた。アーチャードは1970年代に当時人気長寿番組だったハリウッドスクエアーズに4回出演した。この番組は司会者が出した質問に対する出演者の回答が本当か嘘かを一般人の出場者が当てながらゲームを進めるものであったが司会のピーター・マーシャルの質問に対するアーチャードの嘘を含んだ回答は伝説的で 彼の回答は、しばしば奇妙なものであったにもかかわらず、出場者を煙に巻いて、答えが本当だと信じ込ませることができた。この点で最も有名だったのは、この番組に長く出演し、後には司会も務めたジョン・デイビッドソンだったが、それよりも、アーチャードが上手だったと見る向きもある。アーチャードは、ロナルド・レーガン・ UCLA 医療センターで、 症例の少ない肺がんの一種である胸膜の中皮種のために亡くなったが、これは第二次世界大戦中に海軍の軍務についていた際に石綿にさらされていたことが原因であった。ありがとうございます。